はいどうも皆さんこんにちは、クラクラチャンネルのケイスケです。さあ今日もですね、ちょっと最近タウンホール10のゴレホグ多いんですけれども、今回もちょっと見ていこうかなと思います。そして援軍でですね、よくボーラー5体の、あとジャイアンツとか、あとまあババビーズですね、あの最後の梅の5枠、入れたりするんですけれども、あのその5枠って結構不確定要素というか、まあ意味なくはないんですけれども、そこまで仕事しないかなということなので、この後のリプで紹介する方、援軍で新レベルのホグライダー使っておりますので、やっぱり援軍でもらうんだったら新レベルのホグライダーをもらって火力を補強した方がいいのかなと、私ケイスケ最近思っております。ちょっと見てください。はい、中の方に入っていったジャイアント見えますかね。今クランの城のあたりにいるんですけども、そんな仕事してる感じないですよね。なんかちょっとうろうろして不審者みたいになっております。で最終的に数秒間だけターゲットを取ってくれたんですけれども、若干ですね不確定要素大きいかなと思います。なので自前でレベル2のボーラー作れるんだったら、援軍でレベル3のボーラー5体の、ジャイアントというよりかは新レベルのホグライダーを7体もらってホグパートの火力を強化していく、そっちの方がですね、この後紹介するリプレイを見て、思いました。まあ人によってはいやいや援軍にレベル3のボーラーもらった方がいいよっていう人いると思うので、まあちょっと今回はですね考察的な動画になっております。さあそんな感じでケルベロスさん、今回もですね前回を撮ってくださいまして、ホグライダーの生き残り方えげつないですね。はい、気持ち悪いです。というわけで、ケルベロスさん前回お見事でございます。そしたら続いてはですね、DM の、何さんでしたっけ、何さんだったかな、名前忘れちゃった。あ、そうだ、ガオジさんの前回リプレイを見ていきましょう。はい、見てください。編成的にはですね、援軍に新レベルのホグライダーをもらっておりますので、ちょっとボーラー多め的な編成になっております。さあこんな風にですね、ボーラーでサイドカットを行っていきます。でここからゴーレムを出していきまして、さらにですね4時方向もう1体ですねボーラーを追加いたしました。でここから壁開けの、ここら辺はですねもういつも通りの流れでございます。でキャンプの編成ってこう枠の意味のある枠の微調整って聞きますよね。ここをこうしたいからこのユニットを減らしてこれを増やそうとかできるんですけれども、やっぱり援軍って限られてますよね。タウンホール9とか8でバルキリーをもらうとき、梅はバーバリアンでみたいな、そういった一枠でも無駄にしないように援軍ってやっぱり考えていかなきゃいけないなと思っております。さあここからですね一気に中の方に進軍して、区画をえぐっていきます。からのここからですね12時方向からホグライダーまとめ出ししていきます。そうですね、やっぱりタウンホール10って火力も高いし硬いので、結構サージカルっていうよりかはまとめ出しをしていきます。さあそしてここからですね新レベルのホグライダー7体出していきます。はい、見てください、迫撃砲とかも瞬殺ですね。でここら辺から一気に回っていきます。ただまあちょっとまとめ出ししているのでオーバーキル感はあります。ちょっと後ろのホグライダーはついてきてるだけでそんなに仕事してないかもしれませんね。はい、大砲も瞬殺したので、後ろのホグライダーただただついてきてるだけ、豚にまたがるニート状態なんですけれども、ですね、先ほども言いましたがやっぱりタウンホール10火力高いし硬いので、一気にですねこんな風に数で押してって火力を補強してった方がいいんじゃないのかなと、思います。やっぱりタウンホール10のゴレホグ、インフェルノタワーがマルチだと、そこにフリーズを使わなければなりません。なのでホグライダー走らせる距離長いのにヒーリング2つぐらいしか使えないんですよね。なのでガオジさん、今回はですね援軍でボーラーをもらうわけではなくて新レベルホグライダー7体もらうことによって数で押していくみたいなプランを組み立てられたんだと思います。というわけで今回はですねタウンホール10のゴレホグ、援軍で新レベルホグライダーもらった方がいいのか、こちらをですね考察していきました。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。